皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ハクチーヌの部屋へようこそ。今日お伝えするのはメディスンアニマルって皆さんご存知ですか？ネイティブアメリカンとかで言われてるんですけども、まあ、守護精霊として生まれた時からメディスンアニマルが何体かついている。そのメディスンアニマルっていうのは一族の守護神だから、ベアとかウルフとかカメとかコウモリとか。家にペットで来るっていうのは普通のペットの場合もあるし、メディスンアニマルが3次元に受肉してあなたを守りにやってくるというようなことも言われていますね。で、今日はメディスンアニマルに出会うですね。いつもあなたのことを守ってるアニマルスピリットですよね。アニマルスピリットっていうのは本当の動物というよりは動物の集合意識みたいな、いわゆる自然界の動物的なスピリットの守護ですね。例えば鹿のスピリットを持ってる人なんかは山に行くと鹿が見えたりとかね、結構するんですけれども、メディスンアニマルに出会う誘導瞑想っていうのをしていきたいと思います。はい、では深い深呼吸をしながら、半眼です。半眼っていうのはこう薄目を開けてみてくださいね。目の前にキャンプファイヤーのような大きな焚き火があります。あたりは真っ暗です。そのキャンプファイヤーを見ながら、その火の暖かさを感じ、暖かい中で周りの人は影が濃くてよく見えません。そのキャンプファイヤーの炎を感じてみてください。その火の炎のキャンプファイヤーを囲むようにして、何やら人々が踊っているような、あなたを祝福しているような感じもするし、どこからか動物の鳴き声や人の声などが聞こえてきます。それは音楽のような宴のような感覚です。だんだんと暗闇に目が慣れてくると、あなたの周りにいる今まで影だった存在、その存在の何体かが見えてきます。それはあなたを守る守護精霊のメディスンアニマルです。ではゆっくりとそのメディスンアニマルを覗いてみましょう。見えたものは否定しないでみましょう。例えばトカゲが見えてしまったり、ムカデが見えてしまったり、昆虫が見えてしまったり、蛇が見えてしまったり、普段あまりあなたが好きではないと思っているような動物や昆虫が出てきても、
それをそのまま受け止めてください。で、出てきた動物は本物の動物ではなくてスピリットなので会話ができています。ではそのスピリットに普段あなたをどのように守っているのかを聞いてみてください。ではメディスンアニマルに出会えた人は出会えたことに感謝して、また機会があれば会いに来てお話をしましょうと言います。見えなかった人は何度もこのレスエクササイズをすることによってそのうち見えてくるし、見えた人は何度も来ることによってそのアニマルスピリットのコネクションが強化されたり、メッセージが大量に受けられ取れるようになったり、だいたいアニマルメディスンというのは12体くらいいたりするので、他のアニマルメディスンからのメッセージを受け取ったりすることもできるようになります。はい、以上です。福地犬の部屋にチャンネル登録すると自分の興味のあるジャンルの動画だけ見れるよ。